はいどうもタブヤンです。今回もドラゴンクエスト3スーパーファミコン版を続けてプレイしていきます。ランシールの地球のへそから戻ってきました。見事パチパチパチ5191ゴールド、タブヤンヒットポイント97、マジックポイント0ということで、無事あれからですね、生きて帰れました。しっかりあのブルーオーブをですね持って帰ってきました。に報告です。イエーイ、6つのオーブのうちの1つをゲットしましたぜよ。とりあえず疲れたから宿屋に泊まりましょう。あ、武器屋。お、もうランシールの武器防具制覇してますね。なんか消え去りそう。持っときましょうかね。贅沢に9つ。贅沢な買い物をしてしまった。うん。もう見つけたぜ。よし、世界のオーブを取りに行きましょう。一応テロンでしたっけ、あの西の南アフリカに位置するところの村、まあ、ルールはできないんですけど、そこにあのオーブがあったような気がするんで、最後の鍵を持ってるからですね、取りに行きたいと思います。行くぞ、西へ向かいます。あ、並べ替え。あ、強さはもう一回見ましょうか。おお、タブヤン最強説。しかしサブの守備力がずば抜けてますね。並べ替えでサブこうしましょう。道具整理して、小さなメダル10個貯まれ、お10個、まあ後で行きましょう。今日の最後にアリアハンに小さなメダル報告しに行きましょう。忘れそう。マーマン、サルとタブヤンが複数攻撃ですからね、まあ、魔法みたいなもんで。これ地上から行くと無理なんでしたっけ。一応前回海で船で行ったんで、船回しましょうか、向こうにね。回さなくても行けるかもしれないんですけど。しびれクラゲ楽勝だろう。タブヤン一人でね、あれだけ戦いましたね。血がつきましたね。楽勝だい。お、キジ。お、レベルに差がつきましたね。犬が置いてけぼりですね。お、ルカナを覚えた。
あれ？これ違うのかな？あーっと間違った。あ、到着しました。テゾンの村、村ですよね。覚えておこう。ネクロゴンド。盗賊の花、あと2個。これ夜だけ復活する町なんですよね。そう、ここ最後の鍵でこの人に話すと、グリーンオーブゲット。これ覚えておきましょう。レイアムランド、一度行きましたよね。この場所の下にあるね、アイスランドみたいなとこ、あれがレイアムランド。オーブ6つのうち2つ目ゲット。早い。さあ次どこ行きましょうか。インドからジパング目指しますかね。うん、スーっていうのもあるんですけど。そして一旦アリアハンで小さなメダルもらいましょう。薬草買っときたいな。うん、薬草大事ですよ。前回のねこんなに売り切れてないのかね。近くのスーパーでも売り切れたくさんありますよ。薬草の賞味期限切れが気になりますけどねスーパーのなんか賞味期限切れ前の 40% 引きとかないのかな、薬草さあ、小さなメダルのおじさん、なんかくれ。21枚。刃、次は力の指輪。力の指輪欲しいな。100枚までいけるんですかね。無理だろうな、多分僕には刃のブーメラン。あれ、鋼の鞭より弱いじゃん。あ、鋼の鞭より弱い。ハズレでしたね。ちょっと小さなメダル集めがマップ進行に遅れてますねダメだ、嬉しくなかったですね。残念。久しぶりにお家に帰って泊まってからジパングに行きましょうか。ただいま。無料宿屋は ここだけですよね。行ってきまーす。あ、間違った。はい。預かり所に預けておきますか。うん。預ける。あ、そっか。でもジパングの前に商人が欲しいっていう
新しい街あるじゃないですか。あそこ行きましょうか。言っといた方がいいっていうしね。ということで商人を一人作りましょう。ゼニーにしときましょうか。犬猿キジゼニゼニゼニ女商人。はい、お任せで。幸せ者すごいな。はい、すごいな幸せ者。仲間を預ける。誰預けようか。犬預けとくか。呼び出す。銭。おほほほほ、かっこいい。女商人。どこからが近いんでしょうかね。エジンベアかな。うん。よし。あの秘密の町のとこに行きましょう。こっから西へ。ね、行きます。もうちょっと下だったかな。ちょっと思い出せないな。あの日、東海岸沿いっていうのだけ覚えてるんですけども、おっと、ゼニが死んじゃうよ、これ。やばいな。おう、生き延びてるか。やばい。やばい。一撃で死んじゃいますからね。あー、しっかりしろ、キジ。おお。防御防御。おお、怖い。タブヤンでも13受けるんだから全員死んじゃうよ。よし、レベルアップしたでしょ、一気にね。全員レベル3、レベル4、レベル5。気持ちいいっすね、この音。よーし。簡単。西海岸。どこだったかな。ここ？違いますかね。なんか違うな。違いますね。ってことは、あの、南アメリカのあたりですね。そこまで下っていかないと。ゼニー防御。前回よりは、ヒットポイント高い。犬猿キジの犬は留守番。おー、ゼニー。ゼニレベル、キジさんも早くレベル20になって、賢者に、おお、ここですね。なんだ、北アメリカでしたね。ここ。到着。おじいさんいるはずですよね。はい。え？インディアンの格好してる。はい。エンディアン風になってるのは、あれですね。スーパーファミコン仕様か？
ですよ。じいさんエロいな。ゼニーはなかなかセクシーだよ。この大陸の真ん中、数の村、井戸の周りを調べる。じゃあまたね。これ一回出てすぐ入ってもダメかな。発展しない。それはさすがにしないか。また遊びに来るよ。はい、今回はちょっと短いですかね。ここまでにしたいと思います。たまにこの街に来て発展度合いをね、調べていきたいと思います。次回はジパングに向かって、冒険したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひ登録をお願いします。